今回は義務教育に収まらなかった天才、彼の名前はトーマス・エジソン。白熱電球、蓄音機をはじめとした1300ものの発明をし、発明王と呼ばれた方です。そんな彼、実は小学校を中退していました。知的好奇心が旺盛すぎた彼は小学校でもなぜなぜ思考が止まらず、1たす1は2にも質問をかまします。ついに耐えきれなくなった担任の先生からは、お前の頭は腐っていると暴言を投げつけられてしまったとか。その後小学校を中退し、自学で才能を開花させた彼、規格外の好奇心ですね。歴史の裏話を発信しているので、チャンネル登録をしてお待ちください。